ピーマンはヘタを取り、細切りにカットしていきます。ちくわは斜めに薄くカットします。フライパンにごま油を入れ、先ほど切ったピーマンとちくわを入れます。酒とみりんを入れて炒めます。最後に醤油を入れて完成です。